はい、じゃあこんにちは。こんにちは。今日は中橋さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、中橋です。はい、よろしくお願いします。すみません、今日はですね、趣旨としまして、YouTube のセミナーとか、まあ個別のコンサルを受けていただいた方に今いろいろインタビューを取ってます。まずですけど、中橋さんの今やられてることですね。簡単にプロフィール教えていただいてよろしいでしょうか。埼玉県の所沢市の方でですね、赤ちゃん連れ歓迎のヨガ教室を開いてますね。主婦向けですね。ヨガですね。主婦向けのヨガですね。所沢ですね。わかりました。この YouTube のセミナーがあったんですけど、セミナーが来る前ですね。そのセミナーなぜ参加しようと思ったきっかけっていうのはありますでしょうか。YouTube でですね、タマンさんのセミナー、前回のセミナーが解説されてて、動画ですね。動画でね、で、もう分かりやすいし、で僕が知らないような知識がいっぱい出てて、それでこれだったらやりたいなって、でさらになんか見たらなんか個別サポートその後あったんでね、個別にやってくれんだとか思ってね。そうですね。確か中橋さんもともと YouTube で動画いっぱいアップロードしてましたよね。ある意味プロといえばプロですよね。そういうことが参加するなんて嬉しいですけど。わかりました。で実際その参加してみた結果ですね、セミナーとかこういった個別コンサルを受けてみた結果、どうなりました？どう感じたかなっていうのもいいんですけど。もうやっぱそのまずキーワードですね。そのキーワードの探し方とか、その動画にキーワードを散りばめることとかほとんどやってなかったんでね。もうとりあえず数だけ作ろうっていうのが頭にあったんで、ほとんどタイトルとか考えなかったんですけど、そのタイトルの入れ方とか、そういうので検索が上がるとかね。大事ですよね。Google のツールとか、あんなやり方があるんだとかね。YouTube のキーワードと Google のキーワードをどうやると分かるんだとかね。そんなやり方があるんだ。秘密のやり方なんですよ。で他の YouTube セミナーでもこれはやんなかったですよ。知らなかったんで、これはいいなとか思って。そうですね。YouTube だけじゃなくてアメブロになってますからね。同じように使いますよね。そのままアメブロにもね、ホームページにもね、使えちゃいますね。すごいいいと思う。本当中橋さん飲み込みがいいので、すごいやりやすかったですね。本当にもうここまで教えちゃっていいのかなと思いながら。なんかね、これはかなり専門的だとかおっしゃってましたよね。なんかね。大丈夫です。ぜひ使ってください。やっぱこういった動画って大事ですよね。すごい大事だと思いますね。どういった人が使った方がいいですかね。これでも事業やってる人はもうなんかその人柄とかね、話し方とか全部伝わるんでね。文字だけじゃわかんないね、ホームページとか本だけじゃわかんない。さすがですね。ところが伝わりますんでね。おっしゃる通りおっしゃる通り。僕もそれをやっぱ伝えてるんですよ。だからそのヨガっていっぱいあるじゃないですか。やっぱ写真とか文字だけだとわかんないじゃないですか。それは中井さんと挙げてましたから、やっぱ伝わるんですよ。そうですよね。で今回やっぱそういったキーワードとうまく合わせて、もっともっと認知度を上げていけば。本当その通りですね。もっとやりたくなりましたね、本当に。いいですね。どんどんやってください。スマホだけできます。タマンさんのおかげでやる気が出ました。ありがとうございます。じゃあそんな僕に何かメッセージがあれば、僕どんな人なんですかね。いやもうなんかね。そろそろセミナー料金も上げてもいいんじゃないですかね。マジですか。なんかもうすごい価値があるのをね、今はねあれですけどね、もっと上げてもいいんじゃないですかね。ありがとうございます。自信を持ってね。そうなんですね。もう個別コンサルやって、こういったねアンケートに協力していただけるっていうことだったので、今回この博多のネタでやったんですけど、普段はちょっと違うので。もう早くやらないともうどんどん値段の桁がね上がってっちゃうと思いますんで。忙しくなるとね、お互い大変なんですよ。今のうちにね、個別サポートもやってくれなくなっちゃう可能性がね、そうなんですよ。おっしゃってましたもんね。今回本当にやっぱ中井さんいい人なんで、こういった対談動画しかも顔出しで顔出しやっていただけるんで、それは僕も助かっていますやっぱり。ありがとうございます。ぜひぜひもうそんなやっぱ中井さんのそのヨガの教室、もう最後に一言じゃないアピールしてくださいどんどん。何かあれば。パソコンの方でね検索でヨガ中橋、ヨガ中橋と入力すると出ますんで今日は埼玉県所沢市ですけど出張なんかもやってますんでね、東京とか埼玉、横浜の方でもいいですね。呼んでくだされば会社とかに来てほしいとかそのどうしても子供がちっちゃくてね外出れないって人はマンションの多目的ホールとかどこどこ呼んでくだされば幼稚園とかね喜んでいきますんで。これ聞きました今多分この動画だけサービスか分かりませんけどまあでもね、はい、出張サービスね。なるほど、はい、じゃあ所沢に行かなくていいんですね。所沢だけじゃなくても出張もあると。あ、はい、出張からまた太っ腹ですねいえ、もうそれも私も今だけが欲しいんです、ね、なるほどもう忙しくなったらダメになっちゃうかもしれないので、はい、まあ本当ぜひ中橋さんのヨガはね、人柄いいのでぜひ参加してみたらいいかなと思います。そうですね、もっと多くの人にヨガやってね、うん、風邪ひかないとかさっき言ったくらい肩が楽になった時にみんなになってほしいですね、うん、本当にぜひぜひ多くのママさんを助けてくださいありがとうございます。すみません、本当に今日お忙しい中ありがとうございます。どうもありがとうございます。ございます。